さんこんにちは綾さるかですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあそして今日は、はい、ジャケットスタイルとても凛とされてますね素敵ですねはいあの新店舗の記念のオープンの日ということでえ少しフォーマルなものに、はい、してきましたこれが私たちが提供している風呂敷包みサービスとなります <laughs> さすが綾瀬信夫です素晴らしいです <laughs> 本日は一日 CEO ということですが、CEO に対してはどんなイメージをお持ちでしたか？うん、やはりあの何ですか厳格な判断力のあるとてもか賢い方という、はい、イメージです。阿部 <laughs> さ,さんにぴったりですね。<laughs> そうですね。ここでこうそうですねって言ってくださるやっぱ阿部さ,さんは素敵ですね。<laughs> 本当にぴったりだと思います。<laughs> はい それでは成功ドリームスケアという店舗名にかけて、綾瀬さんの夢の発表です。お願いします。すごくあれなドリームって感じではないかもしれないんですけれども、あのまあ周りの人たちの健康ということで <laughs> あの、ねやっぱり素晴らしいドリームですこれは。はい、そうですよね。はい、やっぱりこう年々自分も年を重なりに連れて 周りの方も重ねていくのであのみんなが元気で楽しくいてくれたら自分もあの幸せなのでえー、皆さんが元気でいてほしいなというのを本当に願っています綾瀬さんは聖母ですかいやいや,いや本当に <laughs> いろいろ考えたんですけど <laughs> やっぱりこれかなっていう感じそうですねでもやっぱり自分も含め周りみんなが健康であることが楽しい毎日につながるそうですねまずは 年、はい、末なので皆さんもあの食べ過ぎに気をつけてみてください。<laughs>